ぜ。そういえば水戸さん、受血のお店に行ったのよね。雪平やめぐみどうだった？大丈夫そう？ああ、正直ちょっと心配だけどな。あ、はい、ただいま。リョコ、カレー粉。すみません。チキショウ、なんて野郎だ。相手の苦戦を願うなんてよ。ああでなきゃな、トウツキは。見上げた野郎だぜ。あ、何言ってんだ雪平。だって十傑に入りたいって思うのはトウツキの生徒として当然だろ。でも試験の条件が全然公平じゃない。いや安いよ。私食べたい。あのお店えらく客を集めてるけど、限定メニュー4000円って一体何を売ってんだ。おお、ニクミ、雪平。今日も日差しやべえから日陰でしっかり休めよな。海で遊びたくてもぐっと耐えるんだぞ。そんな心配いるか。それよりどうなんだよ、お前ら充血の状況は。おお、ちょっと見てっか。